アンナ・ヤンソンは、スウェーデンの推理作家、看護師、ゴットランド島ビスビュー生まれ、肺のクリニックで外科看護師としてキャリアをスタートさせたが、血を見て卒頭することがたびたびあったため移った。1997年、家族がコンピュータを買ったことをきっかけに小説を書き始める。この時、看護師になって20年が経っており、まだ看護師という職業が好きだったが、何か、 新しいことを始めてみたいと思っていたという。自分が生徒だった時はエッセイを書くのが嫌いだったけれど、コンピュータで書くのはすごく楽しいって気づいたの。と述べている。作家になろうと決断した最大の出来事は、余命行くばくもない患者らに本当にやりたかったことをやらずに後悔していると言われたことだった。作中の犯罪は、 看護師時代にあった患者たちからインスピレーションを得ているという。2000年、諸女作ストゥームシッター牛伝が刊行される。これより前に2作品を書き上げていたが、出版できるところを見つけられなかった。この時はまだ、エレブルーの病院で看護師をパートタイムで続けており、時間が取れる時に執筆をしていた。2000年以降、1年に少なくとも1冊のペースで観光を続けており、 最新作は10万部以上売り上げている。自動書も多く執筆している。ミステリー作品の舞台は全て自身の生まれ故郷でもある。ゴットランド島で女性警官マリア・ベインが捜査に当たる。2006年に発表したフラムンド・フォグルは翌2007年にガラスの鍵賞にノミネートされ、2008年に t v 4でテレビドラマ化された。作家として成功した今も、 エレブルーの病院のハイクリニックでパートタイムの看護師を続けている。3人の子供とエレブルー郊外のビントロザに暮らしている。ヨーテボリブックフェア2008ありがとうございます。